常藤康氏、常藤康氏、常藤、右京、男性、1888年12月3日から1967年11月2日は、日本の法哲学者、大阪市立大学名誉教授、法学博士、十三美君に当局日、重光明、学士委員会委員、芥川龍之介の親友、戦前における、 日本の代表的法哲学者として著名。また、京都帝国大学法学部教授時代に、滝川事件で辞任した教官の一人としても知られる。旧姓は岩は、息子の常藤俊彦は、京都大学名誉教授、物理学。常藤武次は、同志社大学法学部教授、法哲学と労働法担当。島根県松江市に、兄弟姉妹8人の、大5子。 次男として生まれる。父、井川誠一は漢字。兄、両は英語を好み漢文。英語の書物が身近にある環境で育った。文学少年で、島根県立第一中学校、後の松江北高等学校時代から雑誌に、随筆、短歌、俳句などの投稿を始める。消化不良症で体調が悪化し、中学卒業後三年間の療養生活を送る。療養中。 小説、海の花で、都新聞、東京新聞の前身の一つの検証一等に、当選し350円の検証金を得、伊川天来の筆明で、都新聞に連載された。検証金を得た安氏は、神戸市の神戸衛生院に一ヶ月半入院し、後に、白樺最年少同人となる、郡寅彦と出会う。健康を回復した安氏は、1九百十年に、父、 正一の死を経て、文学を志し状況、都新聞社文芸部所属の記者見習いとなる。第一高等学校の入学試験に合格し、第一部をつるい、英文科に入学。第一部をつるいの同期入学には、芥川龍之介、久米正夫、松岡譲、佐野文夫、同年齢の菊池博らもいた。ちなみに入学後に一校で聞いた。 徳と,とびろかの無本論に大きな影響を受けている。二年生になり、寮で同室となった、芥川龍之介、長崎太郎、藤岡蔵六、成瀬昭一らと信仰を深めた。安氏は一高時代も投稿を続け原稿料を稼いだ。少年雑誌、中学世界には大学院時代まで、鈴鹿家、二郎の筆名で投稿を続けている。またこの時期は、思想的には、 ロシア文学やフランス文学などの影響とともに、ベルクソンを中心とした、いわゆる、性の哲学の影響を色濃く受けていると言える。1913年、一校、第一部おつるいを主席で卒業、京都帝国大学法科大学政治学科に入学。安氏は、文科から法科への進路変更について、芥川との交流で、自身の能力の限界を知ったと後に述べている。 京都帝大では、佐々木総一の影響を受けた。芥川とは、文通による交流が続いた。芥川の勧めで、第三次、新市長に載せるジョン・エム・シングの、海への記者を翻訳した。また、失恋で失意にあった芥川を、故郷の末裔に招いている。1916年11月に、常藤の隆の長女、正と結婚、婿養子になり、常藤生となる。 常藤の利たは、日本最初の農学博士の一人で、沖の大東島、ラサ島で、林鉱石を発見し、ラサ島林鉱法師会社、後のラサ工業の立人物である。安氏は新関東派の影響を受け、法哲学に関心を持つようになる。末川博その義系の川上はじめらとも交流した。同志社大学法学部教授時代には、土田京村と交流していた。 1921年には、土田との関係で、長野県上田市の品野自由大学で、法哲学の講義を行っている。京都帝大助教授時代の欧州留学出発前、芥川と愛フランス滞在中に来るよう誘ったが、実現しなかった。留学は、見学主体のもので旅行にも時間を費やした。1927年7月、芥川龍之介自殺。 京都帝大法学部教授時代の1933年、石化思想だとして、立川幸俊教授の著作、刑法講義、刑法特本が発売禁止処分となり、文部省から立川教授の罷免が要求され、学問の自由を主張し、京大法学部教官全員が辞表を提出した、滝川事件において、松井願号が、京大総長に就任し、佐々木総一、 宮本秀夫、森口茂次、末川博給食扱いの立川幸都氏の辞表を受理し、他の者には辞表の撤回を求めたが、常藤康氏と田村徳治は辞表を撤回しなかった。実験中、今日は雑誌、改造に死して生きるとと題する文章を発表している。京都帝国大学辞任後、菊池宏から文藝春秋社に誘われるが、大阪商科大学。 後の大阪市立大学学長、河田志郎の招平に応じ9月に、末川博士と共に、大阪商大専任講師となる。立命館大学非常勤講師も兼任し、当時立命館大学学長、事務取扱いだった、小田一万の公認学長候補として新聞に取り沙汰されたこともあった、日新聞1937年12月18日付、1930年代には、 思想的には、従来の新官と派的な立場を離れ、マルクス、エンゲルスの遺物士官をも、批判的に摂取した、常東法哲学とも称される、独自の法哲学を構築した。1949年に、大阪市立大学長に就任。1957年に辞任するまでの間、終戦後新中軍に、全面接種された、杉本学者の返還。 総合大学としての大阪市大の基盤固めに、努めた。また学外においても、学会においては、日本法哲学会理事長を務めるほか、末川博と共に平和問題談話会の、関西有力メンバーとして、活躍、戦後日本における、平和憲法と民主主義の定着に尽力した。没後、末川と常との弟子にあたる研究者らによって、生前には、書物としては、 未刊行であった法の本質、1968年、論文としての書出は1935年及び同じく生前に執筆された様々な論文を収集、編集した哲学と法学、1969年、法の精神、1969年、法と道徳、1969年などが刊行された。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。